はい、皆さんこんにちは。おたまです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。本日、この動画では、2021年、上半期おすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラのランキング紹介の動画となります。フルサイズミラーレス検討中の、初心者中級者の方は、参考になると思いますので、ぜひお時間のある方は最後までご視聴いただければと思います。前置きとして、僕はですね、趣味で写真や動画を撮影し、SNS にアップロードしているアマチュアで、主にコンテストとかにも応募してたりします。YouTube ではですね、いろいろなカメラを調べておすすめの機種などを紹介しています。あくまでプロではないので、趣味でカメラを楽しんでいるユーザーのね、意見としてお楽しみいただければと思います。それではですね、今日、5機種、フルサイズミラーレス一眼カメラのランキングを作成いたしましたので、ご覧いただければと思います。まずはですね、第5位、こちらが α7II、ソニーの、カメラとなります。レンズの組み合わせも今回紹介していくんですが、レンズキットで展開しているものがありまして、FE28-70mmF3.5-5.6 の、レンズとなります。レンズキットでの購入が、お求めやすくなると思うのでおすすめとなります。こちらのね、スペック、このような形となっております。スペックはですね、2430万画素になりまして、最高 ISO 感度が 51200、フル HD の60フレームまで撮影することができます。90度のチルトアングルと5軸の手ブレ補正、そして約 600g の重さとなります。こちらのカメラのメリットとしましては、安価な価格でフルサイズを体験できて、ソニーのカメラの豊富なレンズを選んで楽しめるというところとなります。フルサイズミラーレスで手ブレ補正を搭載している機種で最も安価なカメラです。逆にデメリットとなりますと、やはり最新のモデルではないので、あま 4K の動画であったりフル HD のスローモーションが撮れないです。感度が上位機種に比べると少し弱いので、暗所に少し弱いところ、ログ撮影ができなかったり、オートフォーカスが少し弱かったりだとか、秒間も5コマしか撮れなくて、カスタムボタンも少ない、バッテリーも小さいので、ここら辺はね、写真メインで、フルサイズカメラを、安価に試したい方に向いているような、ものとなるのかなと思います。こちら、価格が12万円ボディのみの価格となりまして、レンズキットで購入した場合は最安で15万円となります。そして第4位となります、ルミックス S5 になります。こちらパナソニックの、カメラで、レンズキットのルミックス S20mm60mmF3.5-5.6 の、レンズの組み合わせとなります。2420万画素で ISO 204800、4K60 フレームの 10bit の撮影をすることができて、最大 6.5 段の手ブレ補正を搭載しております。バリアングルの液晶を使うことができるので、自撮りができますよね。で、重さは 714g という、それなりにちょっと重たいカメラと、なります。価格はですね、21万円ボディ単体の価格となります。レンズを込みの、ものとなりますと、こちらレンズキットで、25万円となります。メリットですね、今回紹介する、カメラの中で唯一ですね、4K の10ビットの映像が撮影できるカメラとなります。つまり動画で記録できる、色の階調というものが豊かということですね。あとは L マウントによるシグマのレンズが使用可能なところと、自撮りもできるバリアングル液晶を搭載していますし、手ブレ補正がついていて、パナソニックといえば動画の色味が良かったりするので、そこがメリットになるかなと思います。反対にデメリットと言いますと、4K60p の画質の場合に関しては、クロップされてしまうということですね。画角が 1.5 倍狭くなるので、APS-C という、一つセンサーの小さいサイズの画角で撮影することになります。60p 撮らない人は関係ないんですけど。で、10bit
と、60のフレームの撮影に関しては30分の録画制限がかかっております。なので、まあ、長回しして動画の撮影などをされる方にはあまり向いていないようなものとなります。あとはですね、まあ、本体のみでやはり 714g といえば、まあ、カメラの中で言うと割と重めのものになるので、まあ、気軽に持ち歩きたいとか、まあ、そういった方にはあまり向いていないものかなと思います。続いて3位のカメラを紹介したいと思います。キャノンの EOS RP に RF50mm F1.8 のレンズとなります。こちらは2620万画素で最高 ISO 102400、4K24P の手ブレ補正を搭載していないモデルとなります。バリアングルの液晶を使えて秒間5コマ、485g の重さとなります。価格はですね、10万円が最安の価格となります。レンズ、込みになりますと、12万5千円の価格ですね。まあね、レンズ自体がね、最近これ出たばかりの、まあ、とても安価でスナップの写真などに使えるものなので、このものを選びました。メリットとしましては、まあ、今回紹介しているカメラで、最も安価な組み合わせとなります。フルサイズセンサーを搭載したキャノンミラーレスカメラで、最も安く軽量なモデルとなります。バリアングルで、自撮り可能です。とにかく小型なので、まあ、気軽にね、持ち運べるカメラなのかなと思います。はい、まあ、このレンズね、組み合わせると、まあ、とりあえずね、まあ、試しで、まあ、キャノンのフルサイズ試すのがあれば、これがいいのかなと思います。なんでね、第3位になりました。まあ、レンズのね、バリエーションが多少少ないんですけど、まあ、これからのね、開発に期待をしていくという形ですかね。デメリットもありまして、手ブレ補正非搭載で、まあ、給電しながらの操作ができないので、初心者の方はね、少し使いづらいと思う場面があると思います。まあ、もちろん中級者の方も使いづらいところはあると思うんですけど、になりますので、まあ、安価にね、フルサイズミラーレス一番安く手に入れたいならこの組み合わせがいいのかなと思います。そして、第2位になります。こちら、ソニーの α7-3、シグマ 28-70mm F2.8 の組み合わせとなります。このカメラは2420万画素で最高 ISO 感度204800、8bit の 4K30p までの撮影ができまして、 4K でのクロップはありません。90度のチルトアングルとなりますので、自撮りはちょっと不向きかなと思います。5軸の手ブレ補正を搭載していて、重さは 650g。 まあ、価格がボディ単体で19万、まあ、レンズがシグマのものだと9万円となります。まあ、ここぐらいのカメラになってくると、それなりにね、お金を出せる方じゃないとなかなか難しいのかなと思うんですが、メリットとしましては、α7-2、まあ、先ほど一番最初に紹介したカメラとなりますが、こちらの機能をすべて踏襲して、かつ、まあ、ものすごくね、すべて上位互換にアップグレードしたようなものとなります。逆にですね、デメリットになってくると、まあ、発売からやっぱり3年以上経っているため、まあ、ソニーの中でよくある最新のリアルタイム動画瞳 AF っていうのが、まあ、使えないところぐらいですかね。まあ、あとは、まあ、万能かなと思います。はい。で、これ今一番ね、新品の市場でフルサイズミラーレスとしては一番売れているカメラなので、うん、まあ、市場の人気っていうのも伺えるかなと思います。まあ、一番最初に紹介した α7-2 は中古市場でね、一番人気なカメラとなっているので、まあ、かなりここはおすすめにもなるかなと思います。ただね、EOS RP とかが出てきているので、まあ、値段求めやすいもので、選ぶなら EOS RP がいいかもしれないですね。では、堂々の第1位となります。α7-C。こちらソニーの 20mmF1.8 の G レンズを組み合わせたものとなります。こちらはですね、2420万画素になりまして、最高 ISO 感度 204800、 8bit 4K30p、 そしてバリアングルの液晶を搭載していて、5軸の手ブレ補正に重さが 509g になります。ボディ単体の価格が18万円、レンズ込みになりますと、11万円のレンズなので、まあ、29万円、まあ、先ほどと、似たような値段の組み合わせになるかなと思います。
こちらメリットに関しましては、まあ、α7-3 に、先ほどの2のカメラに、リアルタイム動画瞳 AF をつけて、かつ 150g 軽くしながら、バリアングルで自撮りをしやすくしている点がメリットかなと思います。で逆にデメリットは、まあ、ファインダー、まあ、覗き込む穴ですよね。と、手で持つグリップ。まあ、ここがね、ちょっとやっぱ小さいっていうのが、まあ、僕が思うデメリットなのかなと思います。もちろん、細かいところを言っていけば、まあ、デメリットたくさんあるんですけど、まあ、僕は初心者、中級者の方であれば、まあ、その他のデメリットってそんなに気にしなくてもいいのかなと思っているので、まあ、ここでは話していないような形と、なります。いかがでしたでしょうか。こちらで、全て、ランキング5位の、カメラを紹介していきました。皆さんにね、合うカメラ、なかなか選ぶの難しいと思います。なのでね、この動画を見ても自分に合ったカメラ、フルサイズカメラが、わからないよっていう方もしいらっしゃれば、下のね、コメント欄にて返事を一つ一つ返していきたいと思いますので、ぜひ気軽にコメントしていただければと思います。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。このようなね、カメラについての話定期的に上げています。次回はですね、APS-C のセンサーを搭載しているカメラのおすすめについても動画を作っていきたいと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。では、この動画ですね、面白いな、ためになったなと思った方、高評価、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。